こちらがビフォアの状態になります。根元から癖があってですね、根元からの毛根から毛が折れてるぐらい癖が強いお客様です。で、コームで塗っていきます。リタッチをたっぷり逆毛を立てながら塗っていきます。はい、このコームがね非常に使いやすいんですけれども、はい、ちょっとリングコームの大きいバージョンです。で、すごくビビりやすい髪の毛で、今何をやってるかというと、毛先の前髪の毛先が特にビビりやすくて、そこを、ブロック剤をつけてブロックしている状態です。これをやらないとビビってしまうんですね。で、他店でもビリビビビってしまって、全体がチリチリの状態に仕上がってしまうんですね。それでまあ当店の方で担当してやっと綺麗に矯正ができるようになりました。はい、外髪の毛も太く癖が本当に強いんで、通常の手術だとちょっと難しいお客様かと思います。うちの中でもかなり難しいお客様の方に入りますね、技術的には。はい、これはペーパーをつけてですね、ちょっと保湿ですね、保湿をして浸透率を上げているような状態になります。これで時間放置していきます。はい、時間放置しましたら全体なじましていきます。はい、なじました後ですね、すぐに毛先のブロックに入ります。そうしないと毛先がビビってしまいますので、毛先のブロックを、はい、全体に、丁寧に入っていきます。これをすることによって、毛先のメンズの短い毛のビビリ、前回薬剤がついた場所を、さらにですねダメージ受けないような感じでやっていきます。ただ多少の薬剤をつけとかないと、結構残ってしまったりするんで、その辺をですね、やってます。はい、ここから、ノーチのシャンプーを使って中間洗っていきます。はい、それからですね、中間処理としてヘナジェルとヘナウォーターをつけていきます。はい、ヘナジェルヘナウォーターで、髪の毛に、養分を入れていきますね。今つけたのがヘナウォーターですね。ヘナウォーターをつけてコーミングした後に、はい、アラバでコーミングして、はい、その後にですね、ヘナジェルを今度つけていきます。はい、これがイオン化したトリートメントになりますね。はい、で乾かしながら、アイロン入れながらですねトリートメントしていくような感覚になります。全体に今なじましている状態ですね。本当で他店で全然うまくいかなかったお客様なので、結構難しい方かとは思います。はい、これが16の油ですね。16油油18メチルエコ33、こちらをちょっとつけていって、ドライヤーをつけながらいくと結構待ってしまうのでドライヤーを当てながらやると非常に使いやすいです。油分をちょっとプラスしていきますね。アイロンの熱から守っていきます。はい、で、これで水分をちょっと飛ばしていってます。はい、かなり癖がねこの状態でも強いのが分かると思うんですが、薬剤のスペックはあまり強くはしていません。はい、なぜかというと結構ビビりやすいんですね。でビビりやすい理由も分かってはいるんですけども、また他の動画で説明したいと思いますね。そこの辺はかなり難しい髪質です。本当に襟足はもう完全に綺麗にかけても矯正かからないぐらいの強さの癖なので、もうできるだけですね、頑張っていきたいと思います。ここからアイロン処理に入っていくんで次の動画につながっていきます。
はい、こちらがヘナジェルで、こちらがですね、ノーチのシャンプーになります。はい、皆さんありがとうございました。次の動画も見てください。